さあ、マッドチェーンソーモード、ね、面白いね。面白いシステムっていうかね、ちょっとね、まあ、面白いものが見つかったので、それを使ってマッドチェーンソーモードのクリアをね、狙ってみましょう。なので、あれ、何、ちょっと待って、今の、ね、1回前にね、マシンピストルモードを、マシンピストルを取れるルートに行ったんだけど、手元に入ってるじゃあ回復とか取らなきゃダメじゃん。ぬるくなったな。何取るために全ての装備捨てなきゃって思ってたんだけど、あるじゃん。これはもう楽勝ですね。じゃあもうクリアしましたわ。じゃあちょっとアイテム回収してこよう。取りに行くルート行かなきゃって思った、なんかあるじゃん。捨てよって思ってさ、出したらあったわ。いや、じゃあちょっとあのハーブ1個損したな。まあしゃあないか。まさかのマッドチェーンソーモードでもね、あるとは思わなかった。ね、ハンドガンとショットガン8発だけでどうにかしてクリアしねえとって思ってたんだけど、ここにね、サブマシンガン60発ついたら余裕じゃないですかね。まあ、ここはね、金以外が出たことないので、多分行く意味ない。で、ここですね。ありえんのありえんのここは一番左際をね、ここ右に、あれ、罠あるんで、トラバさん、食らわないように。で、ここ、このまま駆け抜ける。駆け抜けてゆく、私だけのメモリアで、ここ開けようとしたら、あいつが変えるんで、やめです。戻ります。割と重要なアイテムがあるんで。ここしゃがんで戻るとね、こいつがね、地名取れる位置にいることが多い。今回はいまいちっぽいね。いけるか、いけるわ。取りに行くのね。ここね、立っちゃダメなのよ。先行、ここ立つと奥のやつ気づかれちゃうんで。あー、じゃあハーブ1個損したな。まあいいか、大したことはないだろう。さあ、これさらに地下もあんのかな。もう一回アイテム捨てたら地下が開くのかな。ちょっとわかんないんで探索してみよう。お、おばちゃんあそこか。うん、先にね、あいつ邪魔だから倒しておきたい。地下あればね、地下から回った方がいいかなって思ったんで、先左奥ルート行きたかったんだけど、まあしょうがない。初めてのね、ルート分岐。こう武器がね、優先的にあるんで、だいたいチェーンさんにショットガンを8発、先行手榴弾使って、地名取って燃やして、それぐらいで死ぬかなぐらいなんで、まあ、今回はそこにサブマシンガン50発が追加できるんで、だいぶ有利。まあ、3つ目の手榴弾手に入るかどうかは普通は運なんだ。で、運よくね、ガンパウダーがいっぱい溜まれば、12個溜まるとね、いいんだけどね。7個。お、ハンドガンの弾もおまけ。でね、大体失敗するときは即死で死ぬんで、とにかく死なない
ようにいかないとね、マッドチェーンソーモード出るのにも結構時間かかってストレスたまるんで、あと戻しプレイがね丸5分ぐらいかかるんで出現合わせると、おお、やっぱ閉まってるね。あとね、ここの上の炎が落ちる条件がいまいち分かってないんだよ。チェンさんうまいこと連れてきたら落ちない時もあるしね、あの銃で撃てば絶対落とせるんだけど、マドチェンソーモード敵も早いんで、アイテム全部捨てていくとね、これが相手入れるようになるんだけど、一回取るとまさかの、ね、手元にサブマシンガンが残るという、ね、これは新しかった。だってじゃあこっちルート、ね、どうせアイテム捨てると思ってたからね、ハーブ取ってないんだよね1個回復薬少ない状況スタートです。ちょっとマイナスだね。まあその分サブマシンガン、ガンパウダー7ですな。とまあここまで用意してもうすでに10分ぐらい経ってるんで、 で戻しプレイがきついのよ。じゃあ行くぞ。やるしかない、行くぞ。これもね、多分人によって先にちょっとでも雑魚を減らす発想。お、ガンパウダーも足りる可能性ある。行くぞ。で、先にここ蹴る。このショットガンを。とりあえずまずはここ、ショットガンのダメージ、で、ここここもシルダン相手なんで、一番左行くと割と安全に。さあチェンさんの位置がわからないのが怖い。パンチでこの威力よ。チェンさんの位置がわからん、これは困る。来た来た、あかんない、一回逃げよう。はい、ここで先行を使ってチェンさんに致命をプラス手榴弾3発目あるね、なんかラッキー。もう3発全部ぶち込もう。タフだな、来た、タフだな、来た。3発目もぶち込もう。プレゼントだ。ここで殺す。よし、ルート、ルート確保。3発目が出てたのもラッキーだった。これであとは
もう雑魚を、ね、倒す手段がないね。このクソですよ登ろうとした時に無敵がないクソですよ。はい、ということでね、いけませんでしたね。やめてー。さあ、超高難易度モード、マッドチェーンソーモード出現。さあ、ということで、まずはそこのおばちゃんを、倒すところから始めないと。あのおばちゃんがね、どこいるか分かんないんだよね。結構奥まで歩いていくんで、あのおばちゃんね、左側ルート行った時もね、あのそこの間、家と家の間まで歩いていったとき気づかれるときあるんで、本当に気をつけないといけないおばちゃん。これ多分裏にいるね。そこで倒しちゃうとな、多分気づかれると思うんで、左側行って戻っていく。左ルート行ったときにちょうどおばちゃんがこの辺に行ってね、気づかれるときあるんで。おばちゃん注意報発令。なんですか。あのおばちゃんには注意しましょう。何回かあのおばちゃんに見つかってイラッとしました。準備終わってないのに敵に追われるのつらい。なんですか。なんですか。ドンタコスって言ってるかもしれない。お、卵産んだね、ラッキー。シルベスターね、シルベスタースターローンかな。このシーン何回見たか。おばちゃん、ハンドガンの弾がいまいち。まあ、必要アイテムをゲットして、お金はいらないんだ。ここもね、お金なんだよ、確定で。ここは素材 S、ガンパウダー、お金。お金だったらブチ系ボンゴ。さあ、8! あと4個。まあ、素材 S っていうんだけど。金外れ。まあ、このルートが結構安全なんでね。ただ、囲まれる前にここから抜けないといけないけど、でここの中も大体金なんで、しかもバレやすいんであんま行かない方がいいと俺は思った。下手にここでバレちゃうとね、入り込む前に今回金ばっかやなひどい。お前もひどい。意外に鶏邪魔なんだよ。あいつ当たり判定あんだよね。ね、今回は、手榴弾がないですね。なんか参考になってたよ。どっかで取ったのか。なんちわかんないんだけど。ここ手榴弾の時があるんだよ。まあ、2個は確定であるんだけど。なんですか。さあ、行くぞ。日頃の行いだな。こっからでいいよね。あ、外れだね。はい、行くぞ。行くぞ。こいつ方がね、登ってくるのが早かったら遅かった。で、先に落としておく方が安定すると俺は思う。はい、
で、ポチルドで行くと結構間に合わないんで。よし、危ねえ。一発で壊れんのか、決め取れなくなっちゃったか。しゃあない。ここは。今疑惑の判定があったね。結構短いね。先行を地面に使えなくなっちゃったんで気をつけよう。アイバーンショー。ここここここ、デフォリート、デフォリート、デフォリート、ベルド、つまり何言ってるかわからないけど、これは嫌な予感がするんで。一発ぶち込みますか。触れてやるよ。アイバーシザコとチェン。プレゼントだ。嘘だ。まあいいか、ザコが減ったと思う。音でわかる。おお、投げてくんじゃねえよ。結構いるね。あーもう首折れモードとかいい加減にしろよ。帰ろ。あんまこっちのルートは行きたくないんだよね。線香、よし、線香はしょうがないから焼くのに使おう。もうナイフ壊れちゃって、チェンさんどこ？パワープレイ。チェンさん死んだもしかして。でも死ぬほど攻撃当ててないよ。チェンさんどこ？チェンさんどこ？残念だったな。チェンさん詰まってる。よし、タフだままでいったけど、しょ、あれは終わった。あー、炎終わっちゃってる。あ、詰まってる、わら。もうあとはここではめるしかないね。決まってんじゃん。通行止めだ。さあ、いった。これ飛び降りるしかないかな。
れちゃったな。あのさ、もうチェンさんが今回全然追ってきてくれなかった。ダメ。まあ今回はちょっとチェンさんの動きを全然ね、うまく誘導できなかったのが悪かったね。さあまたここにいたのね。出すところから始めな。チェンさん即死だからね、飛び降りたタイミングでチェンさんに殴られるだけは許されないんだ。